やべえ、もうラスト来てもだわ。早いな。早い。早いわ。政宗の勇気、小十郎の起点により、伊達家は取り潰しを免れた。いやーよかったわ。その後も前回はちょっとヒヤヒヤもんやったからな。南西を渡っていく。しぶとくって。しぶとく言うな。関ヶ原の戦いでは東軍として活躍。俺ら東軍についたやん。勝った勝った。勝った東軍総大将。お。徳川家康の信を得て。マジ？徳川幕府有数の藩。仙台藩の藩祖。仙台藩の藩祖。めちゃめちゃすごいやん、政宗。幕府と豊臣家の激突が必至となると、うわ、伊達家は幕府軍として大阪に出兵。幕府軍ね、俺たち。病床に伏していた小十郎もまた政宗の制止を振り切り強引に従軍した。小十郎病気？片倉小十郎、あ、大丈夫？最初で最後の守命違反。守命違反。彼にはそうまでしてでも残したいもの、残したいものが。いや小十郎お前病気な、休んどけって。まあそう政宗に言われたんやろうけど、まあ、小十郎自分の意思で来ちゃった。の将、泣けるね。大阪の陣、泣けるね。泣く準備はいいか。あ、最後の忠義。いやもう大阪の陣の直前に片倉小十郎は死の病を得ていた。マジやば。バカめ、なぜ参陣した。かような体で戦など。いやさすがにそうやろ。この戦で活躍すれば、おう、我が仙台藩は幕府において確固たる地位を得られる。なるほど、仙台藩のために。貴様は十分に伊達に尽くした。ほんまや、もう何もせずともよい。おう、政宗様にお仕えして数十年、今この時だけこの小十郎のわがままをお聞き入れ願いたく。いやもうなんか声が弱々しくなってるな。小十郎、小十郎。政宗様、おい、ご賞にございます。もうほんま死にかけボイスやん。よいか小十郎、絶対に死んではならん。おう、この命が守れるならば出陣でも何でもするがよい。絶対死ぬ、絶対死ぬよ小十郎。ありがとうございます政宗様、そしてお許しくださいませ。え、これが最後のご奉公でございます。うわ、最後やて小十郎。ああ、はい、というわけで、ラスト地の小十郎、参ります、ラスト参ります。遅れを取るな、小十郎。いや、やっぱ最後もこの二人で行こう。いやもうラストか、早えな、マジ早えわ。玉造り門から侵入し、大阪の陣やってよ。制圧せよ、了解。ちょっとね、死にかけの小十郎さん来ちゃったんすよ。申し訳ないけど、俺が敗走しても申し訳ないですが、負けだ。え、マジ皆の者、出たら顔面やばいよ。よっしゃ行こうか。まあとりあえずね、勝つよこの人は。絶対仙台藩のため。小十郎マジ、体が思わしないときはすぐに引け。むっちゃ優しい、まさに優しすぎ。神か、ご心配ひとたび戦場に出れば病のことなど。まあ、あいつバーやって言ってるけど、どう思う？小十郎さん、ガチ心配。バイ政宗。オッケー、さあ、進もうか。レッツゴー、レッツゴー、城内入っていこうぜ。あ、いるね、いるね。あ、いらっしゃる、いらっしゃる。はいはいはい。本日の準備は整った。ナイス。大阪城へ打ち込み、豊臣の指揮をくじけ。くじけ、ああ、ああ、ああ、イエスは。撃ったれ、撃ったれ。バッコン撃っちゃって。バッコン、バッコン撃っちゃって。おい。ナイスナイス、いいぞいいぞ。めちゃめちゃ来るやん、めちゃめちゃ来ますやん。小田倉、豊臣の連中めちゃめちゃ来る。やめてよ、ちょ、小十郎の門を切り替えたいんやな。城に潜入しましてございます。はよ、マジ引き続き城内を調査するのが適切。さすが潜入ですね。あ、ご陰層を見つけて、なんか踏まってきて倒そう、倒しといた方がいいやろ。了解了解。お兄さん、こっちだ。ほら、ラスト10を使う。これが格の違いよ。見たか、なめんなよ。伊達は強いよ、もうここまで来たら。やめて、やめて、ピン。オッケー、ナイス。小太郎も撃破していく。最後、さあ、小十郎、
病み上がり、病み上がりか知らんけど、よくやってくれた。体調不良。いや、いるね敵多いね。なんかダメージ食らってるしよ。それでこそ小十郎よ。小十郎よ。いや、ダメージ食らってんで。早くやってくれ。なんか企んでたな絶対。お化けさん絶対企んでたあれ。はい、冷めようこれ。また入んで。はい、インしていきます。あ、おるね。おぉ、マシュコショいるじゃん。いいね。お前豊臣についてるね。ここは引かせてもらうわ。点をつける。おら、ブワーブワーいで。もはやもはやブワー。さすがでございます。やば、マサムネ様最高です。バカめ、素晴らしい。格の違いよ。いいね。おお、ガイちゃん、ちょっと出会いすぎじゃない最近。最近めちゃめちゃ合うけど。相模のクマコ、相模のクマコとガイちゃんよう合いますね。ぶちのめ、ラストぶちのめ、それでこそ小十郎。ラストぶちのめなんじゃないの。これも戦で。よっしゃ、お許しください。お許し、あ、お許し。なんかな、真田丸やばそうなんやな。ちょっと行っといて。行っちゃって正宗くん、行っちゃって。めっちゃ来るやん。もうおしまいでございます。めちゃ来るやん。では敵総大将秀頼様におめでとう。秀頼様に豊臣秀頼撃破します。十分。ちょっと待って、なんかね、真田丸のなんかやばそうなんやね。お、小次郎行っちゃった。行っちゃったよ。秀頼様の見印。やば、あいつ行き過ぎじゃない。大丈夫これ。秀頼撃破せよ。出ちゃってるけど、ただだからね、敵おるんよね。ちょっと倒しといていい。絶対絶対なんかあるから、絶対動きあるから。これでこれで秀頼倒して終わりなわけがないから。敵将、撃ち取ったり。よろしくね、倒しとくれ。秀頼様倒す前に倒しとく。あら、パッ、やりすぎてしまいました。いや、マジやりすぎぐらいがちょうどいいんだね。打ち取ったり。よっしゃ、かっこいいぞこれ。うん、かっこいい。うっ、ちょ、最後までいけてんな、ほんま。マジいけてるやん。ちょっと秀頼様、打ち取ったり。ご無礼ながら、ご無礼ながら秀頼様打たせていただきます。ぶちのめ、あ、ぶちのめ当たっ、え、くのいちゃん、ヒデオリ様はここにいませんよ。くのいち来たんやけど。おとりとは、うわー、やられちゃった。不覚でございました。やばい。私にはもう時が残されていない。残された時間は短いというのに。なんかこのセリフ、似たようなセリフ聞いたことあるぞ俺は。おい、くのいちゃうか。雪村様、やばいやばい、やめて、やめて、やめて。よくやってくれた。うわ、火を放ち、将来の敵を一掃する。マジ、え、マジっすか、え、マジっすか、え、燃やしちゃう。デモン、やばいやばい、ちょっと閉じ込められた。え、どうしよう、あー、閉じ込められた、助けて、助けて。炎の中、炎に包まれるぞ。なんか出てってるやんけ。おいおいおい、めちゃめちゃ出てってんぞ。おい、まさむね外おるしよう。これやばいんちゃうの。時は稼げたから。やばいでこれ。じゃあね、じゃあね、バイバイ。いや、待って、これどうやって脱出すんねん。燃やしてでも雪村、これが雪村さん。雪村様、いや、雪村やってくれんねん。ですさすがやで。私もひるむわけには参りません。参りません。お味方を救出し、お、体勢を立て直しましょう。え、すげえな、この状況で味方救出しようなんて考えられる。普通何、これは小十郎だけに考えられるな。城内に山田、味方がいたはず。出てたら助けに来て。え、頼む、来て。俺外出たい。暑い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 。普通に考えても炎の中に長時間おるとかやばいから。風魔の準備が妨害されたせいか。なるほどな、小十郎もうよい。風魔のあれね。大城は燃えた、戦はこれまでじゃ。むちゃくちゃ心配してくれてる。正宗様は寝ぼけていらっしゃる。寝ぼけて寝ぼけて。まだ秀頼様が生きておいででございます。確かに秀頼生きてるからな。黒羽ばき組、お、秀頼様の居場所を探って。最後まで大活躍、黒羽ばき組、ラストまで大活躍。すばら、ナイスギ。ちょっと、まだ閉まっているか。突撃し、
なんか、逃げたら大丈夫あれ。助けに来てくれるのは嬉しいけど、あいつ大丈夫。ほら。ほら。な？な？ほら。な？待て。オッケー。頼む。マサムネ様。ほら、狙われてるって。まずいやんけ。え？雪村も狙ってんの？やめてください。やめてください。やめてもろて。やめてもろてなんですけど。やめてもろて。やめてもろて。やめてもろていいですか？ちょっと。ヒデトが狙うの。忙しいから。ナイス。オッケー。すぐに城を脱出いたしましょう。脱出いたしましょう。オッケー。大変だ。あ、将軍が狙われている。やばいってよ。急げ救援に向かうぞ。まあまあ慌てるな。この正宗がいる。慌てるな。うわ、雪村も来た。ちょっとい、ちょいちょい。見ておれ、かざすぞ。行ったれ。これもいい。うわ、すげえかっけえアングル。お許しください。天までかける。いやマジかっけえアングルやったな。最高か。行ったら雪村も撃ち取ったり終わりだ。オッケー。いやーすげえ正宗やっぱラストまでかっこいいよ。ここは一度引かせてもらう。そう、宝十郎の旦も引いていいっすか。自分場外出たいっす。申し上げます。秀頼は西取で潜伏しているよ。秀頼西取で、さすが黒羽ばき組現れたな。ちょ行こうか。バレちゃったの？まずいっす。早く逃げちゃって、ヒデオリちゃん。ヒデオリちゃん。少々がかくまってんのね。え？え、出られへんの？え？なんとしても逃げ切り。え、出られへんの？出たいって。マジ。マジ出て。え、で。めっちゃ遠いやん。ことはできない。もうふざけるなよ。おい、終わらせなければ。バリ遠いぞ。西取りで。敗北条件変更。え、やばいじゃないですか。秀頼大逆転到達。行かれるで。大阪城の人たちは行かれてマウテ。え、なんか来た。将軍秀忠。覚悟。え、ちょっと忙しすぎるんですけど。海姫行っちゃって。ちょっと忙しすぎません？え？やばい。逃げられるんじゃん。やめて。逃げないで。あ、お願い。え、バリ遠いんやけど。バリ遠いんですが、何か。あれ？おい姫。あ、おる。宝十郎が出てくるまで、ちょっと海姫の相手したるか。え、ごめんな。なんか、ちょっと。あ、ごめんなさい。え、なんかそこのドラマ、ちょっと、割って入ってごめんなさい。ごめん、なんか勝手に。カイと早川殿のドラマに入っちゃう。マサムネ様。まあいいか。しゃあねえもんな。倒さなあかんもんな。行くでー。ちょっと、待って。おら！おら！決めるぞ！覚悟せよ。変を。おーら、しちゃった！いって、え、死な？なんで？やる、やめてください。やめてください。あ、やめてください。オーケー。決まった。うわ、ちょっと、かっこええ。最後までかっこええ。やばい。秀頼、ちょっと止めにくれ。止めに入ります。なんか後ろからついてきてないや、誰が。誰や、お前。誰？なんかついてきてるやつだ。おったおった、秀頼。ハロー。倒します。倒してこの戦を終えます。ぶちのめです。イデオリ様、さようならです。オーケー。ねえ、お前の質感。オーケー。ナイス。いや、お前、後ろからついてきてたの。モブやったんかい。オーケー。なんか、よう分からないやつ倒したけど。これで、終わりじゃない。あ、イデオリ様。死んでいった。すまぬ、いやー、ごめんな。秀頼様が撃たれた。ごめんな。あ、もはや豊臣はこれまで。うわ、来るな。私の闘志は、魂は燃え尽きていない。うわー、雪村狂って。徳川の主力は、この状況で。に追われている。この隙に、家康公を撃つ。撃つ、来るか。来るか、雪村様。
雪村様を狙いましょう。私に殺された時はほとんどうわぁ、なんかドラマすぎ。ここは早く雪村様を。いやもうなんかドラマすぎほんま。ちょっとやめて最後。小十郎は雪村上原、小十郎で倒すのね。それ条件ね。了解。すごいな。了解です。おった。だがお前ならもっとやれるさ。よっしゃ。ほら雪村。なんかめちゃめちゃ来たいんやけど。来すぎだろ。私はあなた様が命だけで残そうとしている。ほら。理解できます。理解できません。強くね。命をかけて残そうとするもの。マサムネ様で。伊達家。伊達家。いやすげえ。あなたが残そうとしているもの。魂。魂。まるで実体。うわあ、なんかこの最後の会話もなんか。私はただ。やめてください。後世の人。やめてください。やめてください。たいのです。はあ。この時代には確かに物の不甲斐だ。うわあ、なんかもう。その証を。いやすげえな雪村。敵将。気迫こもってた。まあこれで伊達家存続のために小十郎頑張ったよ。勝利も収めることができました。いやすばら。これ見て、伊達家は安泰でございます。安泰やで。波なんか病気やってんだよ。そのブレることなき忠節、お見事。あなた様の生き様は後世に残るでしょう。対して私の生き様は語られることもない。ですが、伊達家が安泰ならば、それで満足でございます。政宗様、この片倉小十郎、最後のご奉公を飾れました。ご無礼ながら、お先に失礼いたします。おい、最後の最後にメガネ踏むなって。大事にしてたのに。はい、というわけで、お疲れ。ありがとう。バイバイ。